ジョセフ・ハイモアによる、肖像画初代、ポンフレット伯爵トマス・フェルマーは、グレートブリテン王国の貴族、停身初代レンスター男爵、ウィリアム・フェルマーと三人目の妻、ソフィア、オズボーンの息子として、1698年3月23日に、生まれ、31日に、ウェストミンスターの聖マーガレット教会で洗礼を受けた。1711年12月7日に、 父が死去すると、レンスター男爵の爵位を継承した。1714年7月26日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学。1717 17年2月19日に、MA の学位を習得した。その後、1719年12月9日に、貴族院に初めて登院した。1721年12月27日、 グレートブリテン貴族であるヨークシャーにおけるポンフレット伯爵に除された。1725年5月27日、バスクン賞を授与された。1727年から1737年まで、キャロライン王妃の首ュ頭を1740年から1742年まで、ガーンジー総督を1751年から1753年まで、 セント・ジェームズ・パークとハイド・パークの管理人を務めた。1753年3月13日が最後の貴族院当院となった後、同年7月8日に死去26日にイーストン・ネストンで埋葬された。息子・ジョージが借位を継承した。1720年7月14日、イーストン・ネストンでヘンリエッタ・ルイーザ・ジェフリーズと結婚、4男6女を設けた。 ありがとうございます。